令和で白ニット着てるの俺かナダルだけ言っちゃってる。てなわけで世の皆様メリークリスマス、いかがお過ごしだったでしょうか。僕はねせめてでもクリスマス気分を味わおうということで行ってまいりました。ドンキーホーテ298円、一番クリスマスっぽいやつね。当日に行ったんですよ。そしたらねドンキのコスプレコーナーもうカップルたちがイチャコライチャコラしやがって、もう言ってやりましたわ、いてこますぞあれってめちゃくちゃ大きい声で心の中でね。まあちょっとね、少しもクリスマス気分を味わおうということで、この動画の中ではサンタ帽子をこらさせていただこうと思います。失礼します。てなわけでこの格好ですでにお察しのいい方は気づいているでしょう。本日の動画はクリスマス10連スカウトで村神様を当てに行こうと思います。巷ではねクリぼっちにプロ野球スピリッツエースはめちゃくちゃ優しいって聞いたんで、間違いなくプレゼントに届くでしょう。やっていく、さあ行くぞ。そしたらガチャ画面の方にやってまいりました。今回のねガチャ内容としては20連目とね40連目に自チームが確定してるんで、お気に入りチームをヤクルトで行かしていただきます。そしたらまずはねもうアップがてら10連目サクッと行かしていただきましょう。レッド、いや皆さんはクリスマスどう過ごされたでしょうか。恋人とかと過ごしたんですかね。僕の学生時代とかからも含めてなぜかねクリスマスの時に恋人がいたことないんで、歴代の恋人たちはみんなねサンタさんなんじゃないかと思ってるんですけど、何するんですかねクリスマス会って。一緒に定番ソング歌うのかな、きっと君は来ない。なにわあ、クソ適当に流してたぞ。ちょっと待ってくれ。待って、全然構えてなかった。あいつ今山下達郎歌ってたって。俺4年ぶりよ村神様。あ、サンタさんっているんだ。俺クリスマス大好きになったわ。